生まれてて初めておそらく最初で最後の写真集を出そうと決めましてでその写真集をやるのであれば読み物としての写真集を作るだけじゃなくそれを立体的に表現するような場が作れたらなというふうに思ったのがきっかけですかね。展覧会はその 僕が1年半かけて演じてきたその家康の時間の中でどういうものを見ていたかというのを僕目線だけではなく6人のクリエイターの方にそれぞれ松本潤だったりその徳川家康を演じている自分を切り取っていただいたものが空間の中でどう表現されるかというのが今回のテーマです。